まあ、髪の毛は運気をつかむアンテナの役目があって、自分を邪気から守ってくれるパワーもあります。髪の毛をケアすると、今までついた邪気を払って、お金の流れがガラリと大好転します。さあ、みんなで開運するよ。願いが叶っていく、のりこちゃん、ねる。始まります。私はいつも心からの豊かさをお伝えしていて、みんながハッピーに元気になるようにお伝えしています。LINE もやってるので、よかったらぜひ私と繋がってくださいね。繋がってくださると、私もめちゃくちゃ嬉しいです。さて、9月23日は虎の日がやってきます。この日のお誕生日の皆様、9月のお誕生日の皆様、おめでとうございます。楽しくお過ごしください。今日は3連休ですが、みんなどこかに出かけているのかな？私は全く出かけていないので、家で片付ける予定です。家にいる人は私と一緒に開運アクションしようね。出かける方はこれを見てから出かけると開運アクションがそのままできますからね。ということで最初に最強の金運パワーがとっても高い虎の日は、お金にまつわることをするといい日です。で、まだまだ秋分のエネルギーが流れている中での虎の日なので、金運パワーも強力です。大きな買い物をしても戻ってくると言われているので、ずっと欲しかったものや今後の自分のためになるものを思い切って購入するのもいいですよね。さらに虎の日の虎は、千里を行って千里を帰るとも言われていて、無事に帰ってこられるという意味から、旅行の旅立ちにもとっても向いてます。特にこの日は、旅行関連はチャンスでパワーが上がるので、旅行に行かなくても特に旅行の計画はチャンスをつかみます。で、この日は他人軸になりやすく、優柔不断になりやすいので、いつも自分にどうしたいかを問いかけると、お金の流れが変わって、機運大上昇しますからね。ということで、この虎の日にやったらいいかアクションを6つお伝えしたいと思います。が、この6つを全部やることではないですからね。自分が苦手なこと、やりたくないことはやらなくていいんです。だから1つで OK なんです。で、なぜ6つなのかというと、1個だけあげてできないものだったら何もできないじゃないですか。まあ、いくつかあげて、その中で1個できるものをやってねと言っている意味なんです。例えば、開運日全部に神社に行けないじゃないですか。でもこの日に行く人もいるわけですから、神社に行く人はこれやってねという意味で、行けなかったら他のことをやればいいんです。で、何個やってもいいんですけど、全部は毎回疲れちゃうので、だから1個できるというものを楽しんでやることなんです。でもできるものがなかったら充電日で OK ですし、そしてこの動画を何回か見て流しっぱなしでもいいですから、見ることで運気を上げることができますからね。そして自分がこれをしたら元気になりそうというものが、機運にも効果的です。それでは最初に、一つ目のカアクションは、開運日には欠かせない定番の機運アップ掃除。この日は、シューズボックスの掃除をする。まあ、シューズボックスは、靴がゆっくりと休んで、エネルギーをチャージする場所で、靴は私たちをいい出会いの場に運んでくれるアイテムです。いいエネルギーがチャージできればできるほど、幸運に出会うことができます。まあ、湿気がこもりやすくて邪気も発生しやすいので、扉を開けて換気して新しい空気を循環させるといいですね。中のものを全部外に出したら、シューズボックスの中のゴミや砂を取って掃除して、もう履かない靴やいらない靴は思い切って処分をするとスペースも空いて、新しいエネルギーが回りやすくなります。この日は運気も靴とご縁がある日ですが、偶然にも靴磨きの日なので、靴を磨くとさらに大吉で運気も上がってってお金の流れも変わって機運が急上昇していきますからね。そしてこの日にやったらいい定番のカアクション2つ目は会員フード。最初に機運アップフードはレモン。黄色い色は機運アップの象徴でお金の運気をどんどん引き寄せてくれます。柑橘系のフレッシュな香りは機運アップにものすごく効果があるんです。絞ってお料理にかけたり、薄くスライスしてレモンティーにしたりして、体にエネルギーをチャージすると、運気もお金の流れもガラッと変わって急上昇していきますからね。次に、キュンアップフードは、ブロッコリー。コミュニケーション能力を上げてくれるので、円滑な人間関係を築くことができます。一
人とのつながりから幸運を掴むチャンスがやってきたり、幸運の持ち主の人と出会うことができるんです。栄養も豊富なので、健康も一緒に上がっていって、強運体質になっていくことができますからね。そしてラブアップフードは、メープルシロップ。甘い味がラブを全体的に底上げしてくれるので、出会いを求めている人には、いいご縁を引き寄せるパワーが出てきます。気になるお相手や、パートナーとの仲も深めてくれて、愛を育むことができるので、ラブ運が一気に上がっていきますからね。次に、この日にやるといい三つ目のカーアクションは、お気に入りの靴を履いて歩く。ウィンドウショッピングでもいいですし、ラッキースポットやパワースポットに行ってもいいですし、いつもと違う道を歩くのもいいですね。いつもよりも歩くと機運上昇で、歩くのは健康も一緒に上げてくれるので、それが土台となってさらに機運を引き寄せます。靴はいい出会いの場所に私たちを連れて行ってくれるもので、特にお気に入りの靴はいいご縁をつないでくれるんです。人以外でいいものに触れることができたり、美しいものを目にすることができて、私たちの魂が磨かれて波動も上がってきます。今日は3連休なので、出かけるならぜひお気に入りの靴を履いて出かけてね。お気に入りの靴を履くだけでもワクワクするし、楽しんでお出かけすると幸運もどんどん引き寄せることができるので、運気もお金の流れもガラリと大好転しますからね。次に、この日にやったらいい4つ目の定番のカーアクションは、神社参拝。虎の日なので、毘沙門天様が祀られている神社仏閣に行くといいですね。虎の日の虎は、昔から機運、財運、厄除けのご利益のある毘沙門天様のお使いと言われているんです。あとは、辰年なので、友人様がいる神社仏閣、その他金アップの神社、自分の行きたい神社やお寺、氏神様、そして産砂様に参拝するといい日です。この日は風を浴びると大吉なので、神社仏閣の波動を浴びると波動が上がってきます。さらに効果を上げるために吉方位の神社仏閣や、急にご利益がある神社仏閣に行くといいです。その場合はこの日番を参考にしてね。吉方位は簡単に波動を上げて、運のポイントがパク体に上がりますからね。そしてこの日にやるといい5つ目のカーアクションは、髪の毛をケアする。まあ、髪の毛は運気をつかむアンテナの役目があって、自分を邪気から守ってくれるパワーもあります。髪の毛をケアすると、今までついた邪気を払って、お金の流れがガラリと大好転します。いつもよりも丁寧にシャンプーをするとか、美容院に行ってケアをしてもいいですね。気になる部分はちょっとカットするだけでも運気がガラッと変わるんです。オイルで保湿したり、髪の毛に栄養を与えると、さらに邪気から守ってくれるパワーが高まっていくので、波動が上がって、運気も機運も爆上がりしていきますからね。そして最後に、この日にやるといい6つ目のカーアクションは、お花屋さんに行く。まあ、この日のラッキースポットは、お花屋さんです。生命のエネルギーと癒しのある場所で、行くだけでもパワーがいただける場所です。この日は好きなお花を家で飾るともっと機運上昇で、気になったお花とか好きなお花を買ってお家に飾るとその場が浄化されるので運気も機運も大上昇していきますからね。そしてこの日のラッキーカラーは黄色。元気なパワーと気持ちもポジティブにしてくれるパワーがあります。幸せを引き寄せる色でもあるので、身につけたり身近なものに取り入れると幸せを感じる出来事が増えて幸運体質になっていくことができるんです。気運アップのパワーもあるので、どこかに黄色を取り入れるとか、お花屋さんで黄色い花を飾っても、運気も気運もどんどん上がっていきますからね。というこの日は、最強の気運パワーのエネルギーが流れているので、運をいっぱい動かして運のポイントを貯めていこうね。それが運のポイントとしてどこかで豊かさが返ってきて、お金がどんどん巡ってきます。なので、自分の心地よさを意識して大事にすることもカーアクションの一つです。だから一つでもできれば OK。できなくても充電日として OK です。そしてこの動画を見るだけでも波動アップしますからね。楽しんでお過ごしください。それではこの虎の日にやろうと思うこと、そして予祝したいこと、お金の願いや叶えたい願い事をぜひこのコメント欄に書いてね。書くことによって自分の意識に入ります。波動が高いこのコメント欄に書いたら早く引き寄せますからね。そして嬉しいコメントもご紹介できないくらいたくさんいただいているので、
大喧談をお伝えしたいと思います。臨時収入50万円が昨日振り込まれていました。今年の初めにのりこさんの動画に出会い、できる範囲で解約書をしていましたが、トータルで臨時収入100万円超えしました。本当に感謝です。皆様にも笑顔あふれる出来事がやってきますようにという方。予祝通り、娘が希望の学校に入学、臨時収入も5万円あり、家族が本当に楽しく、リビングでよく集まり過ごせてます。のりこチャンネルを視聴しているうちに、予祝通りになってます。感謝申し上げ、これからもチャンネルやブログを拝見させていただきますという方。本当に嬉しい奇跡が、皆様のおかげで、物販業がリアルに繁盛しております。この調子でいくとリアルに幸せになりますという方。ここ何日かでもらい物をしたり、家族に臨時収入が入り、また今日も新たに入りそうなお話が舞い込んできましたという方。おめでとうございます。やっぱりこういうご報告は嬉しいよね。あと、予祝のコメントを書くときは予祝と書いてくださると大変嬉しいです。ということで、このコメントでみんなでこの波動をいただいちゃいましょう。次はみんなの番だからね。それではみんなで最高のハッピーを手に入れようね。おまけ。いつもみんなありがとうね。今日のアクション、髪の毛のケアなんですが、私は先日シャンプー&コンディショナーを出しました。まあ、使ってくださってる方から波動が高いとか、たくさんのコメントをいただいていたり、まあ、海塩も入っているので、使うだけで邪気払いもできて、何より髪の毛もサラサラになるシャンプーコンデなんです。まあ、髪はアンテナの役目をしていて、直感が冴えるためにも大事なのですが、髪は見た目にも影響するしね。サラサラになるだけでも気分も上がって、波動も上がって毎日の気持ちが変わります。私がこのことだけで1時間話せると伝えたら、聞きたいっていうコメントやメッセージをいただいて、どこかでライブ配信もしたいなと思ってます。まあ、その時はまたご連絡します。じゃあね。